バックというのはね、実はすごく大きな力を発揮するんですよね。まあほとんど我が力にあらずです。とこうなるとね、我が力にあらずなんですよね。これもう全く意味ないですね。俺が私がっていうのはね、なぜなら僕は典型的なこのパターンだったんでね、俺が私がっていうパターンだったんですけど、どんだけ言ってもね、じゃあバック一番でかいバックなんですか。もうそうなんですよね。もう運命に逆らえへんねん。うん、私が、俺が、ちょっと今自分がそのタイミングがなければ実は待った方がいいよねみたいなことあるんですよ。世の中とこう動きはあるんですよ。必ずあるんです。だから強引に行くとうまくいかないですね。僕は合気道というのをね、30前後の頃かな、ボクシングと合気道で真反対なんで、だからボクシングはまず攻めないと勝てないでしょ。ずっと攻めなかったら判定負けですよ、絶対ね。合気道攻めたら負けですよ、ね、攻める技がないんだもん、ね、だから噛み合わないんですよ。だから合気道とボクシングっていうのはね、基本的に全く正反対、考え方も違うしね。そうそうだよね。とどめ刺すじゃないですか。KO を手をするでしょ。合気道で KO ありますか。 KO 勝ちないんですよね。でも全く違うでしょ。ところがね、これ僕はね、僕ちょうど二宮のお客さんなんですね。お客さんで経営陣の方おられてね、会に来られてて、やっぱり、僕のクライアントになりまして、まあ毎回毎回ね、経営から来られるんでしょ。で、どうちが親友になりましてね、パッとこう、僕がいつも飲んでることを飲んでよ、ねそしてパッと出会ったんですね。パラパラと何してるんですか、こう、びっくりみたいなね。じゃあまた行きましょうか。そのまたそのままいっぱい行きましてね、結局帰れないから止めてもらいましてね。そしたらその時にね、見たんで、塩ね、上島森平だとかね、塩田剛造だとか、ね、そういうね、資料があって、特に塩田剛造という方のね、合気道のビデオでしたよね。目がね、まあ酔っ払っても、僕も酔っ払っても記憶もなくならないんでね、はっきり今でも覚えてます。びっくりしてね、これは戦わせて勝つことがある。ちっちゃいでしょ、体重多分40キロ台じゃないね、身長150センチちょっとしかないじゃないですか。昔の方ですからね、もうむちゃくちゃ強いですよ。大男ですよ。相手を巨漢に言ったらパコンと倒さはるの、倒しはんのね、触るとさできない。これは神業だっつってね、びっくりして見たことなかったからね。それから久保田の方でね、そういう相手の分ね、行ってますってなって、そこに行ってちょっと変えたんですね。それで相手を勉強しましてね、なるほどなと思いました。なるほどなと思いました、ね、非常に、まあ、まあ、考え方が変わったというかね、まあそんな感じで、その方ね、たまたまお客さんだったんで、その流れ逆らわず止まってよかったんでしょ。それで僕の考え方がちょっと変わったの。あれ、流れに逆らってうまくいかないなって。必ず流れあるわけだから、で思いなんですよね。思いとか念とかこういうのがやっぱ相手与える影響すごく大きいんですよね。でこっちは全く使わない、相手の力を活用するんですよ。なのでそれこそね、我々だったら、相手に、そうなんですよね、相手にあったでしょ。これでやると全然使えないんですよね、うん、断るごとに何かあったぞと思ったらこれ意味があるぞ。でここを合わせるんですよ、大宇宙に、ね、そうすると非常に楽になります。僕はよくアドバイスするんですよ。でこうすぐに引くんですよ。こうしたらいいんじゃないですかっていうのは、これはミッションだから言うんです、ね、みんなミッションってあるじゃないですか、ね、ミッション。昔はね、そんなことなかったんですよ。いろんな人間関係ってね、人間関係全然苦しくなくなってね、辛くなくなったら何か言ったら、あ、これは大宇宙は他にふさわしくないぞということだな、相手が素直じゃない場合はだよね。これをひっくり返すことできない。そして自分のね、確定してたのが過去と、そうなんですね、過去と他人は変えられないんです。人が人を変えることはできないということですね。だから本人だから、あくまで自動でないとね、僕はね、やんなくていいって言うんですね。特別な会にね、一泊とか行かせてもらいましてね、まあ深い真珠なんでしょう。ね、いろんなそれの先輩方ばかり来てますからね、丸々約丸々2日間全体的にそんないろんな会話を深い話もするじゃないですか、ね、自己紹介もあるけども、ほとんどの方は皆さん覚えておられましてね、今後私方2人来られてたのは、まあ、引き寄せですよ。ぴったりこっちが別に狙っていったわけじゃないんだけど、よくよくリスト見たらその2人の方が必ず通る横でねみたいな感じでね、引き寄せなんですよね。で気がついたらガチガチになるみたいなね、こんな感じでやりましたね。いや、この今の分かる、相手が自分で喋ってるんですね。自分から喋ってるんですよ。プライバシーから自分から全部喋ってる、ね、
うん、僕はきっかけですよね、きっかけだけです。こちらもいいじゃないですかみたいな感じ。ね、僕はこんなどうなんですって。いや、答えないこと、答えないこと、いい人って言ったら、バーッと喋らない。いや、あなただから喋りますみたいなね。あれ、嘘つかないでしょみたいな感じでね。実はね、とかね。もう、どうなるかね、たった初対面なのに。ね。まあ、こんな感じ。まあ、一緒ですよね。もう一回ね、この多動と受動というのをね、思い返してほしいなと思います。ね、そう、素直に実行ですよね。やっちゃいけないのは何だと思います？アドバイスするんだけどね、アドバイスするけど、やってみないでもいいよってね、受動と多動だからね。ただ来るものは命がけすると。アドバイスして、こうしたら要点親の役目だから、ね、アドバイスするけど、来るものは命がけ入るし、こっちが絶対答えないけど、ただ、言い訳するんだったらもうね、もう勝手やってくれてた。キリがないからね、言ったって。自信です。自信持って言わなきゃあんない。自信持って言わなきゃ。大丈夫。世の中の成功者はみんなハッタリですわ。ハッタリのまんま、ね、成果つながらないのが嘘つきです。でもハッタリをね、ハッタリを最初話しますよ、バーンってね。その代わりハッタリ達成したらこの人豊かになったから、過去ずっと僕は豊かになった。まずはね、自信持ってやってほしいです、ね。成功するまでやめなければね、大丈夫じゃん。もう一回言います。ハッタリかましても構わへんからね、やってほしいです。ちょっとね、ハッタリさえかましなかったらどうしようもない。大風呂敷って言うじゃないですか。バーンってね。これしないと難しいです。AI は反対かませないんですよ。もしこれが AI ならそのままやりますよ。絶対成功します。AI ロボットを打ち上げてくれば、うん。ね。そこからクリエイティブもやっていいんでしょ。一国以上になれば。そこまでは絶対に言うとおりやらなかんね。ボクシング世界チャンピオン、世界チャンピオンになる前に言うとおりやったもんしか世界チャンピオンになっていんねんか。我流だって世界チャンピオン一人もいない。どの世界でも。私こう思うんだけどどうですかって絶対出てくる。これガーナンだから敵は悪いなって言うそうなんですよ、うん、これはね実はすごく損です。なぜ今日話したねキーワード、今日はちょっとバックということで、ね、ちょっとキーワードしてるけどね、ビトのバックちゃうね、わかるね、何回も言うけどバックに誰がつくかでその人が全く勝つ。